願いします。はい、日本猫のクロちゃんの尿検査、色が黄色、比重が 1.019、 ちょっと低いですね。それからペーハーが 6.5、 正常が7です、ちょっと低いです。タンパクプラスマイナス正常です。ブドウ糖ケトンビルビン鮮血反応、そうか、ここまではマイナスですね。ブドウ糖マイナス、ケトンマイナス、ビルビンマイナス正常です。鮮血がプラスマイナス、なんかわずかながら出てるようです。そういうのがペーパーです。またペーパーテストなので、そう正確性には欠けます。で、顕微鏡、尿沈査をで、まあ、400倍に拡大してます。と、細胞成分かなこれ細胞成分か、もしかしたら尿円柱かもしれないね。こういうのがちょっと出てますね。ただ今が固まってただけで、他の画面にはあった細胞成分が、細胞成分はちょっと多いように思います。ただ赤血球とか白血球は出てない。で、あと血小成分も出てない。細胞成分が通常よりもちょっと多いと。あとバクテリア、細菌も出てないですね。今どれぐらいです？1.2 ここもちょっと細胞成分が固まって出てますね。尿塩中かもしれないなっていう感じだな。はい、じゃあ以上ですね。以上です。